アリツーは、農学における農の演目の一つ。和歌によって、神が慰められるという和歌を称賛する内容であり、神を題材にしているが八番目者ではなく四番目者となっている。成仏に分類される。キツラユキは、和歌の道に関わるものとして、まだ住吉大社、玉、津島神社にも参詣していなかったので、ただいま思い立って、黄色に向かうところであった。 旅の途中、にわかに日が暮れたと思いきや、大雨が降ってきて、乗っていた馬が全く動かなくなる。そこにどうかを持った宮守が、何やらこの神社には、明かりもなく宮守も誰もいないと嘆きながら現れる。貫きは、馬が動かなくなって困っていることを、宮守に話しかけると、宮守は、それは、下馬をしなかったからだという。貫雪は馬に乗っていけないところだったのかと問うと、ここは、 物とがめをする有通つ名人の社の神前であり、もしもそれを知って、ここを通ったのであれば、命はなかったと言われる。そうして、宮守の通過で見ると、確かに森の中に社がある。貫之は知らなかったとは家え恐れもせずに通ったことを、反省した。そして、き貫之だと告げると、宮守から神様への手向けに和歌を読むようにと、進められる。貫之は、 今の自分の読む歌では信慮に叶いますまいと言いつつ、雨雲の立ち得なれる夜半なれば、ありどおりとも思うべき川と読むと、宮守は大層面白いと称え、そして和歌は素直であることが私心なく、良い歌は全てそうであると言った。今読んだ歌もそうであるので、これを神が納受しないはずはないという。そこで、辛之が馬を引き立てると、不思議なことに、前のごとく、歩み出した。 これこそ歌によって、神の心が和らいだからであった。貫之は、宮守に祝詞を創上してほしいと頼むと、宮守は祝詞をあげ、そして、そもそも、賃料を慰めるのに、和歌よりも良いものはないと言った。さらに、和光道人は、神と人が交わる決縁の始めであり、神の世の七代は、人の心も素直であり、欲望もなく、天地が明けしこの方より、 マイカもそうであったと言った。今の貫之の歌もそうであり、その心を感じたゆえに、仮の姿を表したのだと言って、鳥居の影に隠れると、貫之は宮守がありつう名人であったことに気がつき、宮守の姿は書き消すように消え失せた。そうして、夜が明け、再び貫之たちは旅立っていくのであった。世阿弥の三道には、老体の規範曲として見え、 猿楽談義では、ゼアミ改作となっている。年寄り随能にある和歌の苦読説話をもとにして作られている。節は、猿楽談義によると、極阿の影響を強く受けたとされている。宝生流と北流が江戸時代の前期から、関瀬流と金剛流は江戸時代の後期から、金ル流は明治時代になってから上演している。本曲で、あり通明人の化身の宮盛を、 面白いと感心させた若、雨雲の立ちへなれる野半なれば、ありどりとも思うべき川は、雲が出ていたため、星があると思えなかった、神社があると思えなかったと、二つの意味合いをかけて、歌ったものである。星が出ないほど、真っ暗だったので、よもやありつう明人が鎮座されてるとは、思いもよらなかったことだと解されている。世阿弥による農差の将軍隊、助隊と共に、 猿学の三体の一つ南北朝から、室町時代初期の頃の田楽新座の役者、音曲の名手、AB 梅原武志関関よかず 2013P35、ありがとうございます。